篠崎心は、日本のアイドル、DJ、女性ファッションモデル兼プロデューサー、コスプレイヤー、神奈川県出身、身長152センチメートル、PP エンタープライズ所属2013年9月に、アイドルユニット、プティッパ、プチパ、マイナスを、結成、数度のメンバー編成変更を経て、都内を中心に活動していたが、2016年9月、解散。当時、 プティパの曲は篠崎が作詞を担当していた。現在でも作詞活動は引き続き行っており、同プロダクションのアイドルグループにも提供していた。プティパ結成時からマルチのタレント性を発揮し、作詞以外にも DJ としても活動開始。かつての所属先であったパーフェクトミュージックには DJ ギズモという名で所属していた。アイドル活動では、講談社主催。 ミス ID2015 にてミス ID2015、ショート指示枚肉賞受賞。その後2015年8月、ファッション雑誌、ジッパー専属モデルデビューを皮切りに、本格的にモデルとして活動開始。同年11月には、ヤングアニマルネクストグラビアクイーンバトル出場、グラビア系アイドルとしても活動。2017年1月、初主演作、ノイズで、 女優としてもデビューを飾る。また、同年11月には小柄な体型でのモデル経験を経て、背の低い女の子でも、かっこ可愛く着こなせるシルエットにこだわった、アイテムブランド、ショーティーのプロデュースを発表した。2020年7月、漫画、アニメ、ド球編隊エグゼロスエグゼロスガール就任。週刊プレイボーイおよびジャンプ SQ で、グラビア掲載。 2020年7月1日をもって、パーフェクトミュージックを円満に対処し、PP エンタープライズに所属。コミケに、美人巫女狐が再臨。コスプレイヤー篠崎心が、たまもの前コスプレを披露。夏コミケ C962 日目フォトレポート。マイナビニュース。2019年10月3日閲覧。AB、篠崎心。株式会社 PP エンタープライズ。 2021年4月26日閲覧。篠崎心がゴジラ65周年記念に衝撃モスラコスプレ。マイナビニュース。2020年1月25日閲覧。金髪ショートの次世代コスプレイヤー。篠崎心。私服インタビュー前編。初恋の人は犬やっしゃです。エンタメネクスト特馬書店。2021年4月19日閲覧。 篠崎心、溺れる。シュープレニュース。2021年1月6日閲覧。AB 篠崎心ツイッターハット、プティッパがグループ解散を発表。音楽ナタリー。2016年9月13日閲覧。私に投票してネ、ね、グラドル8人。クイーン目指し、バトル。サンケ k フォト。2016年3月27日閲覧。いわゆる公式コスプレイヤー。 主英者週刊プレイボーイ2020年7月20日ナン、no. バー2993100ページ ABC、篠崎心インタビュー前編、ただの肝をたなんです。岡島紳士のガールズヌジング第1回。ロガール、ロガール。2016年4月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年3月27日閲覧。篠崎心。 裸のまま失踪しちゃった酔っ払い経験を告白。最後は、駅で一人で震えてた。ライブプレス。2020年9月25日閲覧。篠崎心インタビュー後編。ラーメン屋女子店員の、ゆきり姿に燃えます。岡島紳士のガールズヌジング第2回。ロガール、ロガール。2016年3月27日閲覧。影がある人気モデルにして、 闇を抱えた現役アイドル、篠崎心の大胆告白、元カノは二人、男の人と付き合うのと全然一緒ですよ。シュープレニュース、2017年10月14日、閲覧。バラエティ番組のかけた配慮、LGBT 当事者たちが、メディアに苦言、おねえ言葉を話すわけじゃない。普通に生活している人が大半。アベマタイムズ、2017年10月14日、閲覧。 シェリー、LGBT への誤解に、頭おかしい名刺交換の直後に、性的な話題を振られ、当事者の経験談に驚き。アベマタイムズ、2017年10月14日、閲覧。こんな人生になると思ってなかったモデル、元アイドル篠崎心インタビュー。東京ビールクラブ、2017年10月14日閲覧。篠崎心株式会社 PP エンタープライズ。 2021年7月14日、閲覧。金髪ショートの次世代アイドル、篠崎心。ファースト DVD 発売決定。デビューデビュー。2016年4月14日閲覧。金髪ショート娘、篠崎心。ファースト DVD で三つ編みおさげすくみずに挑戦。ASKI.JP。2016年4月14日閲覧。DVD ブルーレイ。1。 18発売、ココロマンス。篠崎心 DJ ギズモ。2017年12月17日閲覧。AB、やりすぎな、テブラモ。篠崎心の最新作は、女の子が見やすい映像。週刊アスキー。2018年8月2日閲覧。超会議、真空感ドールズガミコスプレイヤーの縁にひれ伏した。k a i i o 2016年6月14日閲覧。真空管ドールズ生放送をニコニコ超会議2016。デイ1。ニコニコ生放送。2016年6月14日閲覧。真空管ドールズ生放送をニコニコ超会議2016。デイ2。ニコニコ生放送。2016年6月14日閲覧。2017年1月21日。 謎のプルプルが来てるデビューイベント、オタクパリピカ計画の全貌を公開。これまでにない新しいクラブイベントが、渋谷クラブアジアにて開催。PR タイムズ、2017年1月21日、閲覧。シャドーバース、0時ボリューム5優勝は、サリー選手。次回大会の日程も発表に。ファミツーアップ、2017年9月21日閲覧。AB、 エルフィーボリューム3発売で、えなこ、篠崎心、結城正夫が、ソフマップに集結。ASKI.JP。2018年8月2日閲覧。ビボディチラリ、誰かの幸せにつながるという、素晴らしい企画チャリティー撮影会開催。モデルプレス。2018年11月5日閲覧。モンストブースで豪華コスプレショー開催。台北ゲームショー2019。 インサイド。2019年1月29日閲覧。キュートな猫に変身。エルフィ v o l ューム4発売。ディゾルトパワードバイライン。2019年2月24日。閲覧。えなこ、いおりもえ、篠崎心、関西コレクション 2021A。W 出演決定。W の引き劇26。テレビのせい ?LGBT ブームがやばい。 アベマ TV、2017年10月7日閲覧。現役アイドルの綾波霊風、包帯、コスプレに、童貞たちが大興奮。アベマタイムズ、2018年3月8日閲覧。コスプレイヤー役に、現役で人気コスプレイヤーたちが出演。大阪君が見つける、現代の理想号を完全再現。真空管ドールズミラ公式レイヤー。 真空管ドールズスタッフのツイッター2016年6月14日閲覧カリスマ的人気で支持される篠崎心が露出限界ギリギリのグラビアに挑戦自分の暗い部分をさらけ出してる人が好きシュープレニュース週刊プレイボーイのニュースサイト2016年4月14日閲覧夏1この夏輝くアイドル全員集合週刊プレイボーイ 東京アイドルフェスティバル2016公式ブック2016年7月19日、閲覧。篠崎心、ヤングガンガングラビアで、セクシーコスプレ連発モスロリア、お隣のお姉さん。マイナビニュース。2017年1月13日閲覧。篠崎心つぶら、ヤングガンガンで、ハロウィンコスプレバニー、ボンデージで変身。モンターウェブ。 2017年10月20日閲覧。篠崎心ら人気レイヤー集結、エルフィー第2号。開遊、2018年4月5日閲覧。篠崎心、新連載、異世界シェフと最強防食日目とコラボグラビア付録は両面ビッグポスター。リアルサウンド、2021年4月6日閲覧。えなこ、いオりもえ、篠崎心が、回答3姉妹で。 漫画アクションをジャック。マイナビニュース。株式会社マイナビ。2021年5月7日閲覧。サグ、新作メガボルトのテーマは、東京のシドナンシー。音楽ナタリー。2016年2月19日閲覧。ペロペロキャンディ篠崎心、金子リエラ出演のスリーピーヘッド、僕のじゃないメガボルト公開。ポップンロール。ポップンロール。 TEB2019 年12月7日閲覧。ありがとうございます。